ろうと思って私の大好きなお店に来ました。ナチュラルマートさんです。はい、広尾にあります。もう大好きで、そう買おそう、もうね、お家のね、スーパーフードがなくなったから買いに来ようと思って、お子さん見ていこうか。うわ、やばい、やばいっしょね。野菜も売ってるし、全部売ってるよ。え、どうしよう、もうやばいの、ここ来ると破産するの本当にこれとかやばいじゃん。ホワイトチョコレート&チェリーだって買おう。あー、ほら、こうやってね、ライスドリンクとかブラウンライスとかもあるんだよ。玄米の方のドリンクとか、すごくない？すごい。これ買いたいね。ザプロテインボールだって。ビーガンプロテインボール、ゴジココナッツか、ココナッツマカデミアがいいです。これ買おう。あ、ココナッツマカデミア買おうかな。ココナッツチップスをね、はい、そう買うんだけど、今からこれにね、あのネットで見たんだけど、アガベとかカカオオリーブとかカカオパウダーとかかけて焼くとココア味のチョコナッツ、ココナッツチップスができるの。すごくない？美味しそう、美味しそう。あ、これ超いいよ。ブラウンシュガーから出てるオーガニックアップルソース、これ王子が大好きで、お薬飲ませる時とか、なんかジャムほどまではいかないんだけど、でももうほぼジャム、パンにつけても食べるし、王子はヨーグルトにかけたりとか、あの風邪ひいた時これで、粉の薬とかこれで食べたりとか、これあるといいよ。しかもすっごい持つし、気持ちするし、しかもリンゴ以外何も入ってないの。リンゴすりおろしたそのものだから、すごくいいよ。なんかチキンレンコンボールとか、いろいろここにもね、食材もいっぱい売ってんの。あ、インカイツだ。これとかおすすめだよ。あ、それなんか前回 YouTube でも言ってましたね。インカインクさ、私ほらプロテイン後でまた紹介するけど、それのオイルバージョン、はいはいはい、これもすごいオメガ3とかいっぱい入ってて、めちゃくちゃおすすめ。あ、ヘントとどっちにしよう。ヘントも大好きなんだよね。インカインクにする。これ、はい、私がいつも使ってるベジタブルブイヨン、マリさんのおすすめだよ。あ、これ知ってる。これなんかすごい美味しいんでしょ。なんかカレーの粒、あ、普通にカレーのあれ元みたいな。そうペースト状になってる。そうなの、なんかスリランカカレーとか作れるんだよ、これ。へえ、すごい。これ私が使ったやつじゃん、タヒに。王子が好きそうな。あ、これトマトきな粉入ってるんで、すごくない？きな粉入りだって。きな粉、うん、トマトきな粉。え、これ買ってみよう。あ、アップルサイダーがいた。アップルサイダー好きだから、これ私買ってるやつ。アップルサイダーエデンっていうブランドなんだけど、これさ、海外のあの、なんだっけな、あ、エラワンっていうスーパーがあって、ロサンゼルスに。そのエラワンを作った人たちのブランドなの、エデンって。日本人の人たちがやってるんだよ。へー。なんかエラワンは、ロサンゼルスにあるエラワンは納豆、エデンの納豆とか売ってて、梅干しとかすごい人気なの。向こうでも納豆とか梅干しとか今買おうか、もうないから。アップルサイダー、ほらさ、こういう卵とかもさ、平飼いの卵とかでさ、美味しそうなんだよ、すごい。ね、野菜もね、いっぱい売ってるの。あ、キュウリ買おう。キュウリちゃん、明日のスムージー。あ、これすごいいいよ。フドジュ知ってる？すごい有名なの。これって全部ね、6369でオイルが入ってて、ここのオイルすごい。私もこのでっかいやつ持ってるけど、それこそ妊娠してる人とかもそうだし、授乳してるママとかもそうだし、
子供のために飲んであげるといいと思うよ。やっぱり妊娠中とかさ、なんか食事生活ほら、ね、いろんなもの食べ過ぎて不健康になるから、そういうの飲んでみて。おすすめ、これ。すごく。なんかスムージーに入れたりとか。味どんな味するんですか？味ない。味なし。買っとこうかな。ほら、アマニとかひまわり、ごま油、いろんなのが入ってるの、ココナッツとか。だからサラダにかけてもいいし、スムージーに入れてもいいし、味ないから。多分子供でも全然食べれると思うよ。特にビタミン E なんてさ、子供摂取できないから全然、外から入れてあげるとすごくいいから。コーナーやるよ。あ、私の大好きなターメリック、ターメリックパウダー。ターメリック。ターメリックだってね、今度紹介するね。なんかカレーに使うターメリック違うんですかっていう質問来てたんだけど、これ以外のターメリック逆に見たことがないと思って。そうそう、このターメリックだよ、カレーの。すごい美味しいよ、なんかチャイみたいな味がして、今度紹介する。何これ梅しょうゆきって。あれ梅しょうゆきって何でしたっけ？なんかこれ自分で作れますよね、梅干し潰してお醤油。あ、そうそう、番茶と醤油ちょっと、そうですよね。そうそう、私妊娠中もこれ飲んでた。あのこれはもうそれになってるやつなので、ほら、これお湯に入れればいいだけらしい。これめっちゃいいじゃん、このままになってるよ。買ってこ。何でしたっけ、この本書いてる人知ってます、その番茶の。あ、そう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 、はい、あ、そうそう、この人すごい有名なんだよ、自然治療してる超有名、この人、東条先生、東条先生、東条先生、この人が書いてる本で、私はたまたまこの本は持ってないんだけど、知ってて、これのお茶の作り方をこの人も知ってて、ネットで見て私は作ってやってたんだけど、すごいおすすめ。だから要はフィトセラピーみたいなもんで、自然治療、すごいいいよ。あ、すごい、てかすごいいっぱいあるよ、この本も。これもおすすめだよ、子供のやつ、ベイビーコーナー。あとこれとかすっごいおすすめ。お湯で混ぜるだけで離乳食なんだけど、あのライスホーリッチってこう、要は日本でいう玄米ペーストみたいなやつで、お湯で混ぜて離乳食ができちゃうやつなんだけど、すごいいいよ。これはおじ大好きで、もう見てますよ。今でも食べてる。だね。あとこの辺はもうおじ大好きだ。全部この大好物、おじの。アホレのとかいっぱい私も持ってた。でもここでよく買ってたよ。ね、これめっちゃくちゃ美味しいからね、びっくりするぐらい美味しいから。何ですかそれ。これなんかよくわかんない、あの普通にビーガンでね、そう、焼き菓子なんだけど、超美味しいの。クッキーみたいなことですか。クッキーの上にラズベリーのなんかジャムみたいなのがついてるんだけど、超美味しい、超美味しいけど止まんないから買わない。あ、これすごいおすすめね。私もこれもこれも持ってる。これはグリーンピースでできたあのペンネなの。へえ。これはあのひよこ豆にできてて、すごい。食べたことないけどめちゃくちゃこれ美味しいよ。大好き、私も。王子の離乳食とかもこれで結構作ってた。これを茹でてあのミキサーに入れて粉々にして。ああ。離乳食よりももうちょっと進んだぐらいになったけど。これすっごいおすすめ。ここのスープ超美味しいの。美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。本当に買ってほしい。てか正直どれ選んでも美味しい。あのさ、私ロサンゼルスに今年の初めずっといたんだけど、2ヶ月ぐらい、もうこれ食べまくってた。もう温めたら出来上がってる。あ、温めたらできる。へえ。もう本当に美味しいから買って帰ろう。私がこれ半分にして、それこそソイミルクとかココナッツミルクとか入れて、あの自分でちょっとアレンジしてたよ。さあ、大好きコーチ。あ、そう、これ。何すか？ああ。私の大好きなそばつぶ。ほら、ベビーとの一日のお昼ご飯でも食べてたやつ。大好き。もうなくなったからさ。あ、これを食べてるよ、このグミ。おすすめだ、オーガニックのグミ。これ王子大好きなの。さあ、大好きなコーナーが来ました。ついに どこから紹介したらいいですかっていうぐらい紹介したい。全部
大好きなスーパーフードコーナーです。あでもこれとかめっちゃいいじゃん。かぼちゃの種からできてるプロテインで、これもいいよ結構。ヘンプはねみんな大好きでしょ。でどっち買おう、ヘンプと、うん、何にしようか。ヘンプにするわ。あこれ大好きだよ王子。なんでロリポップス大好きだから。ロリポップスチューパチャップスオーガニックの、これめちゃくちゃいいよ。これも王子食べてるよ。これもなんか美味しい。ちょっとラムネっぽくて美味しそう。カワースナック、あのカカオ肉とカカオゴチで入ってる。今の買ったのチンクがなくなっちゃうし、ね、カカオ肉買います。カカオ肉マリモットマッチベリーのマカ、マカとかいいじゃんね。こんな熱とか疲れた時に、うん、ほら、エムにしてもあるよ。歯磨きとか、まあ、子供がいけるかわかんないけどね。あれここのやつ有名だよ確か。なんていうのかわかんない。ジャソンっていうのか。ここシーフレッシュ。あすごい有名。ここの歯磨き粉。歯磨き粉？いいみたいよ。はい、買ったよ。いっぱいパンパン。あふれんばかりになっちゃった。たくさんお買い物しました。でもなんかこんなに素敵なもの、あら。こんなに素敵なものを買ってあの値段だったもの。そしてこいつを速攻食べたい。うーん、おいしい。みんなも買って。じゃあまたね。